少ないからな。ナム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 、こうなってますから、馬がヒーンってこういらないた感じになりますのでね、お尻に2つ、座りを考えてですね、ちょっと広がった形で、作ります。で、前足を深さで、足の座りの良さを確認して、大豆とかを使うことが多いんですけど、今日はこういうものを使いますけど、黒豆とか大豆とかそういうもので目を作ります。それから、よいしょ、こうやって切れ目を入れて、爪楊枝なんかがあるとですね、刺しやすくなりますけどね。こんな風にこれをですね、爪楊枝で中に押し込むようにして、押し込むようにしてですね、爪楊枝そのままね、使うと、よいしょ、こんな風にね、爪楊枝つけたままで爪楊枝がこう、はい、かくれんぼしてますけどね、そうすると馬が後ろに跳ね上がったり、こう立てることもできます。どうでしょうね、わかりますかね。